藤藤原の藤門が活動を再開するよ吉本興業は23日都内で接触物損事故を起こし芸能活動を自粛している藤原の藤本俊文53が活動を再開すると発表した当社は弊社所属藤原藤本俊文につきまして2月23日金曜日をもって 活動を再開させていただくことになりましたのでご報告いたします。と説明。藤本は2023年10月に自家用車で接触事故を起こし活動を自粛しておりましたが、藤原の YouTube チャンネルにて活動を再開させていただきます。とした。楽しみだね。次事故った時は逃げちゃダメだぞ。